男性が育児参画のために利用できる制度知っていますか？男性職員の育児参画を推進することは、男性本人にとって親子関係の深まりや仕事の効率向上につながり、家族や職場、社会にとってもそれぞれのメリットがあります。男性の育児に伴う休暇、休業、育児休業を取得した隊員の声と制度の概要を紹介します。官邸勤務で育児休業を取得した護衛艦マヤの乗組員である山崎二曹、当時直属の上司であった副長の小谷さん、そしてマヤ艦長の竹内一佐にお話を伺いました。航海員としてマヤが海の上で事故を起こさないように、艦長および船の操縦をする幹部の補佐をさせていただいています。チャイルドケアセブンを利用して7日間の休みを取得しました。その後1ヶ月の育休を取って3ヶ月職場に復帰したんですけれども、その後に再度4ヶ月の育休を取得させていただきました。チャイルドケアセブン、男の産休とは男性職員が取得できる特別休暇です。出産時の付き添いなどを行うために2日間取得可能な配偶者の出産特別休暇と、上の子の世話や生まれた子への授乳などを行うために5日間取得可能な育児参加のための特別休暇を合わせてチャイルドケアセブン、男の産休といいます。育児休業は原則として3歳までの子を養育する全ての職員が取得できます。男性職員は産後パパ育休を取得すると特別の事情がなくても再び育児休業を取得できます。産後パパ育休とは、妻の出産の日から57日間産後特別休暇期間に育児休業を開始し終了すること。2回目の育児休業取得が1回目としてカウントされます。さらに育児休業等計画書に再取得をすることを明記して提出することにより、同じ子について実質3回の育児休業が取得できます。妻が2人目の出産で体調が回復がしない中、必死に2人の子供を育てているのを見まして、私も何かできないかなっていうのを思いまして、男性の産休育休制度を真剣に調べました。育児は私と妻2人で行うことになったんですけれども、とにかく大変で、その毎日が怒涛のように過ぎ去っていて、毎日本当に余裕がなかったっていうのが本当の正直な感想です。妻と話す機会が増えまして、お互いを知るきっかけができたと思います。時にはいろいろ悩んですごく喧嘩したんですけれども、まあ、お父さんの私が子供を愛してあげることで、そういう姿を見せることで妻も安心しているようでした。一番最初に相談したのは、過去に育休を取った後輩に相談しました。職場に負担をかけることもあったかと思いますけれども、出産して子供が生まれて、船の皆さんからおめでとうという言葉をたくさんいただいて、同じチーム全員に職場のことは任せてと温かく送っていただけたのがありがたかったです。育児期間は5ヶ月間だったんですけれども、すごい一生の宝物となる貴重な時間でした。職場に戻った時に感謝の気持ちでいっぱいになって、チーム全員が集まる部屋があるんですけれども、そこでありがとうございましたと心の底から感謝の気持ちを込めてお礼を言ったら、チーム一人一人が笑顔で迎えてくれたことに、すごく今でも感謝をしております。職場と家庭の両立をしやすい環境を作ってくれた職場の皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。山崎二曹が育休の相談をしてきた時期が、これから艦が忙しくなる就役訓練を迎える時でした。そのため航海課の信号委員長、操舵委員長と相談をし、
山崎2層が抜けても大丈夫かの確認をしました。また同じく同僚にもそれぞれの思いを確認しました。上司としてはやはり部下に不公平感があってはならないこと、今回山崎2層が育休を取るにあたって次に誰が取る時もみんな協力してほしいという思いがありました。上院には普段から官邸勤務は家族の支えがあってできることであるから家族をしっかり支えてやりなさいと指導していたこともあり、これから忙しくなる時期ではありましたが山崎2層には育休を取ってもらいたいと考えておりました。上司としては不公平感があってはならないこと、また急に言われても困るので面接等を実施して言いやすい環境雰囲気を作ることを心がけました。また育休を取る人もそれを支える人も相互を思う気持ちを持ってもらうこと、そして育休が終わった後も復帰しやすいような雰囲気を作ることを心がけました。隊員が育休等を取るということは隊員の家族との信頼関係がより強固なものになるというふうに私は思っております。強固になればですね、家族の応援があってその隊員が勤務に邁進できるということでよりモチベーションが上がるということ、いわゆるそれは最終的には部隊の盛況性につながるものだというふうに私は思っております。私自身2つあるというふうに思っております。1つ目はこの規則をやはり周知させること、そして知ること、これが一番大事かなというふうに思っております。2つ目といたしましては、本人は休むことになりますけども部隊の任務がありますので休んだ後もこれを埋めるということで日頃から部下を教育をして淡々と任務をこなせるように準備しておく必要があるというふうに私は思っております。以上です。働きやすく働きがいのある職場環境を目指して。